はい、こんばんは。エミさんいらっしゃい。楽しんでってください。帰宅しました。わだつ。はい、12名さんいらっしゃい。ふわふわさんいらっしゃい。わだつ、帰りました。彼女がね、嫉妬しないようにね、女の子来たからすぐ切り上げてきました。うん、だんだん分かってきたから。のんたんとのお付き合いの仕方が、ね。やっぱ不安にさせたらダメでしょ。愛しのスイートハニーとかね。うん、まったりやろう。ごめんね、昨日放送しなくて。肺炎でぶっ倒れてました。肺炎でぶっ倒れてた。あ、そうそう。LINE スタンプが発売されましたよ。もしよかったら、和道が昼間働いてる LINE スタンプがあるんで、もしよかったら買ってください。結構可愛い仕上がりになってるよ。21名さんいらっしゃい。楽しんでてください。わだつ。22名さんいらっしゃい。これ飲んでもいい？ベンザブロック。うん。はい、こんばんは、ナタリーいらっしゃい。ベンザブロック。カバンが早くできんの楽しみだよ、ノンタン。もうボロボロ、穴開いて。ねえ。12月の19だって。うん。早くできると思うって言ってたけどね。はい、ワード2、ペロンチョ様いらっしゃい。あよ、ナオシカいらっしゃい。いつもありがとう、ナオシカ。いつも配信盛り上げてくれてありがとうね。ワード2。薬の味がする。27名さんいらっしゃい。ワード2、古代さんいらっしゃい。いつもありがとう。あ、タバコ切れたんだ。そう、タバコ取ってくるわ。後ろでいるよ。のんたん後ろにいる。ご飯食べてる。なんかハムハム食べてた。何食べてんのか分かんないけど。みほこさんいらっしゃい。再び和道さんこんばんは。お帰り。うん。家に無事着きました。ちょっと時間、体調ね、ちょっとぶり返してるかな。今日の朝ね、治ったと思ったんだけど、咳がまた働いてたら出てきて、で、熱もちょっと出てきたね。だからまだ完治はしてない。明日どうなるかだよね。
4日目だから、今日の朝ね、すごい調子良かったんだよね。まだ熱あるね。私も腹減りなので、この枠終わったらご飯食べる。いや、ご飯買ってくればいいじゃん。もしくは、食べながら聞いてよ。全然。食べながらでいいよ。熱はね、微熱なんだけど、多分ね、炎症起こしてるからの熱なんだよね。熱がね、メインでぐったりって感じではない。寒いから暖かくしてくださいね。どうか、無理なくお大事に。ありがとう。うん、昨日放送できなかったのがちょっと悔しかったな。あ、あと皆さんご報告があります。ふわっちのフォロワー450名突破しました。ありがとうございます。今週中に500人行くように頑張、500人ちょうど、あと50人増えたら嬉しいなと思ってますので、頑張ります。よろしくお願いします。いいね、いいペースだね。ありがたい、本当に。見てくれる人が増えるとは、本当嬉しい。あざす、パチパチ。ありがとうございます。ツイッターも、350名超えてるんで、いい感じです。目標に向かって頑張ってます。ケンシロウさんいらっしゃい。あざす、あざす。なかなかね、一般受けするような配信者じゃないけど、ね、皆様に支えられて配信やってるんで。後ろの漫画、ですね、これはリスナーさんからのプレゼントで、私がモテないのはどう考えてもお前らが悪いっていう、結構新しめの本かな。まだ10冊ぐらいしか出てないと思う。これは、この女の子がね、モコッチっていう女の子なんだけど、モテない女の子のことをモジョって言うんですよ。で、学生、高校生になるんだけど、このモテない女の子が主人公で、モテない女の子の日々の日常を書いてるっていう作品で、すごい面白いです。ですね、これは、紀藤先生の僕らのっていう作品で、ロボットもの、世界を、こう、世界を守るためにロボットに乗るっていう少年少女の話なんだけど、何がすごいかって、エヴァンゲリオンみたいな作品かなとか思ったんだけど、全然違くて、エヴァをね、10倍濃くしたような、パイロットそれぞれの死生観とか命とか、だから中学生とか小学生とかに命の重みとかをこう考えさせるようなね、すごい難題なタイトルでめちゃめちゃ面白いです。僕らのですね。これはボーイズ・オン・ザ・ランっていう作品。花澤健吾。映画化にもされてるし、この人の作品知ってる人多いと思うんだけど、ボーイズ・オン・ザ・ランは今ね、書いてるの、アイ・アム・ア・ヒーローっていう人が、アイ・アム・ア・ヒーロー書いてる人だね。有名な作品。で、ボーイズ・オン・ザ・ランはね、ボクシング漫画なんだけど、何が面白いかっていうと、普通さ、ボクシングってさ、少年がチャンピオンになるのを目指すみたいな話が多いと思うんだけど、サラリーマンなんだよ、主人公が。で、サラリーマンで運動神経ゼロなんだけど、ライバル会社の同僚に好きな女の子を寝取られるっていうか、まあ、その子とパコってすらいないんだけど、すごい好きな女の子を寝取られて、で、その女の子をボロボロになって、会社の先輩にボクシングを教わるっていう、要は喧嘩を売るところから始まるっていうね、ちょっと変わった作品で、これもすごい面白いよ。ボクシング漫画っていうよりもボクシングをテーマにしてるんだけど、なんかこうモテない男の悲壮感と、そのボクシングを習って強くなるっていう話に見えるんだけど、全然強くならないっていう、すごいね、変わったね、ボクシング漫画にしては変わった作品ですね。で、続いて四つ葉と、これはね、異色中の異色かな。今まで読んできた漫画の中でかなりね、俺が読んできた好きになる漫画の中でかなり異色で、クレヨンしんちゃんとかね、ほんとサザエさんみたいな、なんか家庭的なほんわかしたような作品なんだけど、もしこれがアニメ化されたら俺クレヨンしんちゃんとかドラえもん超えると思ってるぐらいの作品ですね。で、アマゾンのダンボールでさ、作られたダンボーっていうさ、充電器とかよくダンボー売れてると思うんだけど、ダンボーが出てくるのはこの回なんですよ。だ四つ葉とっていう作品よりもサブキャラクターのダンボーの方が有名になっちゃったんだよね。有名。あとワンピースは説明不要だよね。あとグラップラーバキ。
あとはジョジョリオンですね。はい、こんな感じです。はい、夢は必ず叶うと思うよ、俺は。叶わない夢なんてないと思う。うん、夢から逃げるだけですよ、人間は。うん、新しいフォロワーさんありがとうございます。紹介します。ソータさんフォローありがとう。あと49人。あざす。嬉しいね。まあまあ、漫画はね、多分2万タイトルぐらい読み込ん、2万タイトルも言ってないか、2万冊ぐらい読んでるんで、面白い作品とか結構知ってると思うんでね、こういうジャンルが好きなんだけど、おすすめの漫画あるって言っていただけたら、かなり漫画は、知ってる方だと思います。これめちゃめちゃ面白いよ。私がモテないのはどう考えてもお前らが悪い。これめちゃめちゃ面白い。笑う。ギャグセンスめっちゃ高い。俺ね、結構こういう 絵のタッチとかジャンルとか苦手なんだよ。絶対絵では買わないの。だから内容はね、結構圧巻だよ。かなりギャグ漫画で。ギャグ漫画だね。完全に。自虐ネタ？モテない女の子の痛い女の子なんだよ、すごい。なんか、自分はモテると思い込んでるっていうか、なんかリア充だと思い込んでるんだけど、その、モテなくて。で、そのモテない自分との葛藤を描いてるんだけど、常に痛い自虐的な笑いで攻めてくるっていうか。うん、自虐ネタは満載ですね。うん。その痛さがすごい面白いんだよね。なんか、モテない女の子グループで中学生属してて、友達が一人だけいるんだけど、その子はもうリア充になって彼氏もできてパコってるんだけど、その友達とかの前では、そのパコってるふりとかをしてんの。いや、私も結構モテるからみたいな。でも全然モテないっていう。そう、いたキャラなんだけど、すごい面白いね。うん。痛さ満載だよね。面白い面白い。超面白いんだよ。なんか、電話とかかかってきて、なんか、進路相談で、ああ、私将来何になろう。そうだ。あの子に相談しようって電話かけたら、モコッチ、モコッチっていうの、この痛い子はモコッチって言うんだけど、モコッチすごいじゃんって。私、中学校の頃感動したんだよ。モコッチ覚えてる？モコッチ、将来の夢、世界の武器商人になるって言ってたじゃんって言って。で、エピソードがこう、回想シーン入るんだけど、とか言って、世界情勢を抑えるためには、あいつと、あそこの組織と手を組まないといけないな。そうだな、中東あたりから武器を輸出してとか、痛いことを語ってるシーンを思い出して、私友達になんて痛いことを言ってたんだろうってこう、そういう、常にその自分の痛さを、痛さで笑いを取るっていう。そう。そう。すっげえ痛い女の子なの、この子。うん、トルネコみたいでかっこよかったよとか言われんの。その友達はね、天然ですごいいい子だから、その、モコッチのね、傷をえぐってくんのよく。それが面白い、うん。そう、黒歴史の連続なの、もう常に。うん。なんか、めいっ子が来るんだけど、正月に。で、なんか、正月は、1年前か2年前はすごい尊敬されてたの。要は、吹かしまくるの。うなちゃんばりに吹かすの。そう、めいっ子の前で。で、なんか、でも、めいっ子も中学1年生になって大人になってて、なんか、対応が難しくなってきて、だんだんその痛さに気づいてくるの、めいっ子が。で、めいっ子がどっか遊びに行こう、お姉ちゃんって言うと、駄菓子屋に連れて行っていきなりデュエル始めたりするの、カードで。で、なんか、シャッフルとか、なんか偽造とかやりまくって、街の小学生とかをキングとか呼ばれてて、なんか倒しまくるんだけど、もう不正してるのバレてんの、そう、めいっ子には。で、本人は、すごいかっこいいでしょ、お姉ちゃん、みたいな。この街で一番のキングなんだよ、みたいな、いたキャラなんだけど、もう軽蔑の目で見られるとか、そういうなんか、そう。逆に駄菓子で怒られちゃう、みたいな。お姉ちゃんいいよ、みたいな。もうかわいそうな人扱いなんだよ。そう、面白い、面白い。なんか新しいジャンルだなと思って、結構なんか萌え系のなんかくだらないなんか恋愛なんかモテないけどモテるようになる話なのかなと思ったらそうじゃないっていう。うん、1年間経っても全然友達一人すらできなくて、いつもトイレにすぐ休み時間になるとスマホを置いて録音してトイレに行って、で次の休みになるとその録音で私のことなんて言ってるかずっと聞いてるみたいな。で私の話題が一つも出てないっていうことに毎回傷つくの。で、昼休みの席替えになったら、ついには、なんか、トイレに行ってる間、席取られちゃって、もう、弁当食う場所すらなくて、屋上で一人で弁当食う日々が始まるとか、そういうなんか、ちょっと、悲しくもあり、こう、寂しくもあるけど、なんか笑えるみたいな。徹底でして痛いやつみたいな。中学生の時とかいなかった。うん。面白い面白い。えぐってくるんだよね。思い出を。
痛すぎるでしょ。もう典型的な、その痛いやつを、なんかこう、女のキャラに被せてきて、なんか面白いなとか思って。すごいよ。面白いね。だから徹底してギャグ漫画として攻めてくるけど、王道をちゃんとついてくるっていうか、笑い取ってくるんだよ。リスナーさんからの紹介だったけど面白かったな。普通に笑った。そう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 。なんか自分だったら痛い黒歴史とかあるじゃん。俺の黒歴史はたまにね、すごいギュッてなるのは、キャバ嬢の前で酔っ払いすぎて憲法論争を始めちゃったことがあるの。超痛いやつでしょ。キャバ嬢の前で、日本の憲法はって2時間やっちゃったことがあるの。しかも先輩が5人ぐらいいる前で。あれはマジでね、未だに痛いっていうか、思い出すとギュッてなる。痛いだろ。うん、超酔っ払っちゃって、キャバ嬢5、6人いて、先輩5、6人いる前で、憲法ってよって。やべえな、俺、と思って。あれはね、未だに黒歴史なんだよね。3年ぐらい前だけど。うん。あの時の俺痛かったな、と思うよ。うん。武田恒康見たせいだよな。みんなの中で痛いのない？痛いエピソード。黒歴史。なんかある？みんなの中で。ちょっと、黒歴史シェアしていこうよ。絶対言った方がいいよ。黒歴史って言えないからどんどん自分の中でね、痛くなってくんだよ。絶対シェアした方が楽になる。俺今楽になったもん、すげえ。あ、話してよかった。黒歴史がグレーぐらいに変わったから。そう、自分の心の中に秘めれば秘めるほど、だんだん痛くなってくんだよ。リンチ？リンチされたってこと？リンチしたってこと？どっちどっち？うん。どっち？リンチされたの？したの？されたのか。悔しいな。悔しいよな、男の子はな。30人くらいか。悔しいね。うん。でもね、した方よりマシだと思うよ。した方は一生ね、多分消えないと思う。された方でよかったじゃん。する側に回らなくて。うん、男はね、正々堂々一発ね、一対一でやり合わないとダメだよね、うん。リンチは最低だよ。誰でもできちゃうもんね。うん、別にいい。36名さんいらっしゃい。楽しんでってください。いや、闇金やってないですね。一切関係ないですね。一切関係ないです。なんだろう、闇金の方ですか。ちょっと面白いな。そうだね、のほほんとしてる方が好きだからね、俺は。まったり配信者だから。なんか、学生の頃、何が楽しかったって、友達と語り合うのが大好きだったの。なんか学生の頃にさ、友達とさ、コンビニの前でたむろして話したり、休憩時間とか休み時間にひたすらだべってるのって楽しかったじゃん、単純に。その感覚だね、俺は配信やってるのは。みんなと一緒に黄昏ながら、こう、青春してるっていう感じ。俺結構有名かな？そうかな？うん。いじめも良くない。私は助ける側だったのですが、いじめはダメだよ。うん。いじめはダメ。強さってさ、自分より弱い人のために身につけるものだと思うよ。そうそう、車の中で朝までとかさ、
そういうのが好きなんだよね。ただ何でもない話を仲間同士でワイワイやるっていうさ、なんか何とも言えない感覚あるじゃん。あれをね、ずっと追っかけてんだよね、俺は。あの青春を卒業できないでいるんだよ。それが俺の楽しみかな。新しいフォロワーさん紹介します。GMA さん、ありがとうございます。何でもないのがね、一番楽しいよね。冬にみんなで公園でカップラーメン食べた。あーわかる、おでんとかね。俺あれな、なんか成田でなんかバイク持ってるチームじゃないんだけど、やっぱバイク持ってるとバイク持ってるやつ集まるじゃん。でそいつらと一緒に走りに行ったりとかしたのがすげー覚えてるかな。バイクは楽しかったな。寒い中よく乗ってたよな、真冬とかでも。なんだろうね。今じゃ考えられないよね。もう指が凍るぐらいでさ、軍手2枚ぐらいつけてさ。やっぱ、ガキの頃って買えないじゃん。グローブとか、高いやつ。BGM はね、フリーミュージックですね。ドーバっていうサイトで、フリーミュージックです。うん。素人さんが作って、商業利用、タダになってるやつ。だいぶ前の話なんだけど忘れないな。なんだろうね。なんか話の内容とかあんまり覚えてないけど、青春ってそういうもんだよね。新しいフォロワーさん紹介します。ありがとうございます。ハートさん、ありがとうございます。動物の森っぽい。なんかのほほん系でいいよね。まったりできるよね。なんか俺が結構その、尖ってるイメージがすごい強いらしいから、なるべくみんなに和んでもらうためにこの音楽選んでる。うん、ロクちゃんいらっしゃい。楽しんでってください。来てくれてありがとう。なるべく柔らかさをね、こういうところで出していきたいなと思ってて。重要じゃん、音楽とかで。音楽は雰囲気を変えてくれるからね。ショコさんいらっしゃい。ハゲてますよ。はい。どうも。修行するぞ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 。ショコ、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 ショコ。朝晴れ、ショコ。大好きですね、僕らの。大好きです。結構トップ3に入るぐらい僕らのは好きですね。本当に名作だと思う。いいよ、僕らのは。好きだね。ドラクエ好きっすね。僕は5、6かな。5、6が好きだった。うん。特に5が思い出ありますね。もうあれだもんね、5って20年ぐらい前だよね、確か。年取ったよなぁ。6は自分で持ってたけど、5は友達がスーファミ持ってて、ずーっと横で見てた。友達がさ、おい、スーファミあって新しいソフトあるからやりに来いよ。3人ぐらい見たら、ずーっとドラクエ見せられてんの。クソだろ。オンラインの点まだやってないんですよね。村井秀夫に似てる。刺されんの俺。ちょっと面白かったね。キャラ徹底してるな。お前あれだよね、村井にそっくりだよね。孫子はね、村であるチャクラを解放してあげるのが一番の悟りへの近道なんだよね。みんなそれができないから第三世界に取り置くされてハルマゲドンにやられるんだよね。
わかるかい？修行するぞ、修行するぞ、修行するぞ。君、村井に似てるね。君の魂のステージが高いから、君は僕の側近になれるよ。修行するぞ。ホモさんいらっしゃい。そりゃそうでしょ。だって、王の心理教なんで、もう子供の時震えたもん。だって、俺が子供の頃一番でかかった事件だもんね。朝から晩まで何が起きたんだと思ったもんね。ああ言えば上優とかさ。あれはやばかったよね。しかも、朝原もテレビ出まくってたし。結構人気だったしね。事件起こさなかったら結構でかい団体になってたんじゃないの？オウム真理教。確か信者数が1万超えてたからね。1万5千ぐらい行ってたのかな。すごいよね。新興宗教で1万5千人集めるって結構だよね。朝原を殺す気ですか？朝原を殺す気ですか？フリップ投げたからね。面白かった。今じゃね、上優も代表になっちゃったもんね、光の輪の。オウムはやばかったよ。ああ、世代的に知らないのかな。いろんなもんに影響を与えたよ。例えば、本当に社会が変わったんだよ。オウム事件で何が変わったっていうと、まず、駅にあるゴミ箱が、あの、鉄のやつでしょ、今。鉄のゴミ箱じゃん。三つ並んでる。あそこが、入り口照明になってるでしょ。あれはオウム事件からなんだよ。要は毒ガスサリンを入れられ、毒ガスサリンになって爆弾とか入れられないようにって言って透明にしたんだよ。そう。どれだけ危ないかっていうと、本当に日本の霞が関を潰そうとした。っていうか、本当に日本で革命をやろうとしたの。だから、なんていうのかな。天皇陛下も暗殺未遂があるし、弁護士も殺してるし、何人も死んでるし、本当それこそ霞が関っていう官僚がいる駅があるんだけど、あそこをサリンで全滅して北朝鮮を乗り込ませて日本を潜伏しようとしたんだよ。俺できるよ、あれ。あの、座禅で飛ぶやつできるよ、空中浮遊。できますよ。宮高さんいらっしゃい。そう、それくらいやばかった。本気で革命を起こそうとしたっていうか、超武闘派だね。地下鉄サリン事件ね。他にもいっぱい事件起こってるけど。で、その朝原彰晃が普通に人気でテレビに出てたっていうのもやばいよね。普通にテレビで結構人気あったっていう。それくらいやばい。なかなかのやばさだよ。そんな感じかな。あとはまあ、そのアニメを自社で作ってたりとか、お弁当屋さんとかパソコンショップとか経営がうまかったっていう。あと、高学歴の大学生がいっぱい入ってたっていうね。ショーカー、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 アサハレショーカーって歌なんだけど、アホすぎるから本人たちが気づいて、孫子を呼び捨てにするのはこの歌はダメだって言って、歌が変わったの。孫子、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 アサハレ、孫子。バカでしょバカでしょそれくらいバカなの。萌えさんいらっしゃい。ヨガのイメージで悪くなったよね、オウムで。あー、ヨガのイメージ悪くなったで、実際。で、ちなみに言うと、これが、朝原が読んでた本ですね。ニルバーナのプロセスとテクニック、ダンテス大事。これと、もう一冊そこにあるんだけど、これが、朝原彰晃が愛読書。刑務所にも取り寄せた本ですね。座禅の本ですね。こんばんは。日曜日のおばさんの枠でコメントしたけど流れたから一応初見、にゃんこさんいらっしゃい。楽しんでてください。今の若い子たちはネタみたいにしてるんでどれだけ危ないのかな。どれだけ危ないかっていうと本当にもう返せとか家族がもうサティアンって言って、もうサティアンっていうのは施設のことなんだけど、もう大難サティアンとかがいっぱいあって、そう、バリケード作ってんだよ、もう。隔離施設みたいになってて、勝手に兵とか作ってて、そこ前で拡声器持って、弁護士とか親とかが、息子を返してとか団体でやってるレベル。で、息子は修行するぞ、修行するぞってこうやって中で、修行するぞつって、うわーとかやってんの。うわーとか言って。超カルト。超カルト。高見様変な液体作るなよ。あれなんだっけ、神のイニシエーションじゃなくて、キリストのイニシエーションか。
第二サティアは第一人の息知る。熱湯風呂みたいな修行。47度か、もう死なないギリギリの熱湯に30分間つけて、うぎゃーみたいなんだよ、もう。で、ヘロヘロになったところに飲み物飲み物って言ってるところに LSD 飲ませるっていう、ね。で、幻覚が出て、ふわーってなるじゃん。もう、サウナだけでもやばいのに、ふわーってなったところで、お前修行できてるねって。神様に近づいたねって。もういい感じだよって。悟りにまた一歩近づいたねって言って、それ100万円。やべえよ、超カルトだよ。白装束はパナウェーブ研究所だね。心理学とかちょっとだけ学んでるし、洗脳方法はいろいろ知ってる。いや、当時、あれだよ、北朝鮮とか、アメリカとかに学んで、洗脳方法ちゃんと勉強して持って帰ってきてるよ。しかも、オウム真理教のすごいところって、パーリ語とか、昔の仏教のやつとか、自分たちで翻訳してたんだよ、学者たちが。すごい、すごい宗教の、地の集大成みたいなことやってたんだよ。だから、なんつうんだろう、女にモテないとか、童貞とか、なんつうの、リア充じゃない人たちいるじゃん。そういうのはね、オウムハマってると思うよ。ドハマりすると思う。猫姫さんフォローありがとうございます。新しいフォロワーさんです。だから、洗脳っていう言葉が日本に蔓延したのって、オウム事件からだもんね。ブルさんいらっしゃい。カルトオバコン。いや、そんなことないと思うよ。なんでかっていうと、光の輪じゃなくて、アーレフっていう団体が後継団体なんだけど、今増えてるからね。オウム事件知らない人は。アーレフ増えてる。カルシウムさんいらっしゃい。カルシウムの古文？あれあれ本物じゃないの？偽物？偽物っていうか古文？古文さんいらっしゃい。うん。でも俺はちょっと気持ちわかるな。カルトにハマっちゃう人の心理っていうか、まあそういう時代だよな。資本主義合わない人はカルトに走ると思う。救いがないんだよね、今の時代。どっかに救い求め、アーチャリーとかね、懐かしいね、うん。ホーリーネームって言うんだけど、名前を与えられるんだよ、サハラから。幹部になると。オウムは完全になくならんのかな。今も枝分かれみたいな宗教があるけど、二つあるけどなくならないね。なんでかっていうと、下手な仏教徒よりも仏教を勉強してる。うん。だから、要は、なんか、肉食っちゃダメとか、なんで葬式で金儲けやってんのとか、坊さんに対して思うでしょ。だから、普通騙されないじゃん。ああ、まあ、しょうがないか、みたいな。ビジネスだもんな、みたいな。割り切りがあるじゃん、どっかに。そういうのを徹底排除してるから。どれくらい排除してるかっていうと、サティアン作ってる時にダンゴムシすら殺さなかったの。要は、建築方法とかも、そう、虫を殺しちゃダメっていう教えをやったら、自分たちが、そう、重機とかでガーって掘り起こして建物を作るんじゃなくて、手作業で虫とか殺さないように作ってるぐらい徹底してたから。お金とかぼったくりまくってたね。うん。ぼったくってるっていうよりも、もうガチガチに洗脳して、要は100万円とかの、要は朝原のおしっことかお風呂の使った水とか髪の毛とか売ってたんだけど、叶えないじゃん。だから、アルバイト3つぐらいさせて、ローン組ませんの。誓約書。で、100万円払えっつって、毎月徴収するみたいな。そういう感じ。マトレイヤーとか。なんでみんなその、オウム用語をなんか自慢げに語るの？うん。なくなんないと思うよ。それくらいガッチガチに作ってるから。お布施もやってるけど、お布施じゃ儲かんないんだろうな。うん。あと、自分たちの信者をただ働きさせて、で、それで弁当屋とか、パソコンショップとかやってたんだよ。パソコンショップの先駆けだったんだよ。オウム、中古の。自作 PC ってやつ。そう。で、IT めちゃめちゃ強かった。アニメーションとかも作ってたし。うん、YouTube で見れるよ。人は誰でも持っている。みんなの心に持っている。うん。よいしょ。多分、俺が過去テレビで見た中で一番衝撃を覚えたのが、やっぱオウム真理教事件だと思う。二日ぐらい立てこもってたんだっけ？うん。結構立てこもってたよね。目的はお金じゃなくて、本当に、だから世界征服じゃなくて日本征服しようとしたの。だ天皇の代わりに孫子が、日本のトップになるっていう構想。お金じゃないの。本当に革命を起こそうとしてたの。それがやばいんだって。国家転覆罪だから。
笑い事じゃなくてガチでやってたから。だから、なんだ、北朝鮮とかロシアとかに行ってヘリコプターとか買ってたんだよ。うん。あと、ラジオ放送とかもやってたし、自分たちで。うん。ガチで国家転覆狙ってた。ハルマゲドンつってさ、ハルマゲドンはキリスト教の教えなんだけど、やばい組織なのは間違いない。うん。でも日本はね、オウム真理教事件もっと研究するべきだと思うよ。なぜあれが起こったのか。世界的有名な事件なんだから。あれはうやむやにしたらまずいと思う。うん。全然笑えないよ。全然笑えない。うん。全然笑えないですよ。本当に。超やばいカルト団体だから。俺だけどね、今 RF の子に誘われ、今 RF に所属してる14歳の子に、和道さん、才能あるから、RF に入りませんかってずっと勧誘来てたよ。リスナーの子に。ヘリ買ったり、ラジオしたりって法律的には大丈夫だ。合法的にやってたね。うん。合法的にやってた。ヘリは買おうとしたけどダメだったんじゃないかな。公安絡みだから表に出せないのかもしれないよね。まあ無理ですよね。今公安ガチガチだから何もできないだろうね。ただ朝原彰晃の死刑が確定したらちょっとやばいと思う。あそこが政治化するから。だから殺せないっていう話だよね。どうした？まあ日本の闇だよね、あれは。俺はね、でもね、彼らがやばかったんじゃなくて、日本がそれくらいやばかったと思ってる、当時は。うん。こんなに宗教多いのは日本だけだろ。カルトが多いのは日本。日本はカルトメッカって言われてるね。カルトが起きやすい。なんでかっていうと、まともな宗教ってあるじゃん。キリスト教とか仏教とか、神道とか。それが、その宗教の説得力を持ってないって言われてるよね。ちゃんと勉強してないっていうか、なんか独自に発展しすぎて、もうなんか家業みたいになっちゃってんだよね。だから、その宗教家としての役割を果たしてない。ほとんどが。普通さ、駆け込み寺って言ってさ、悩み相談とか占いとか行く前にさ、普通昔は仏教とかお寺とかに駆け込んでたわけじゃん。で、お坊さんに相談して悩みを取ってもらって、だからお布施をしてたとか、入信するっていうのがクラシックのやり方だけど、お寺がそれを開いてないじゃん、今。うん。まだ死刑にしないでしょ。情報を開示するまでは。いやー、しないでしょうね。っていうか、最後だと思いますよ。まず、大原則として、全員の死刑が終わるまで多分殺せないっていうのと、あと、今の信者がいる限り、政治化しちゃうから殺せないっていうのと、で、朝原自身は、超やばいんですよ。うんこ垂れ流し状態なんですよ、今。もう、ニルバーナになっちゃってるんで、もう、重度、最重度のメンヘラになっちゃったんですよ、刑務所の中で。だから、情報開示ができないっていう、いろんな理由があって、殺せないですよね。孫子の子孫って何人おるんやろ ?6 人じゃなかったっけ？息子が2人いるんだよね。で、ちょうど20歳になるから、それが今、神の子供だって言って、神格化されてんだよね。朝原の生まれ変わりって言われて。で、1人は脱会して、暴露本書いてるね。うん、岡田斗司夫と対談してるよ。それも演技だったという噂あったり。いや、実際に見た人とかの話聞くと、それはないっていう話。本当にうんこ垂れ流してる証言とかもいっぱい読んでるし、ガチで何回面談してる人がもう壊れてるって。逆になんで壊したんだって怒ってるぐらいだもん。うん。演技じゃ無理だって。もうだって娘が面会に来てオナニーしちゃったんだよね。それくらいやばいって、娘が書いてるよ。娘が会いに行ったらオナニー始めちゃったんだって。面会室で。団体つながりであれですが、創価学会はなぜ世間一般悪く言われてるんですか？でかい団体だからでしょ。でかすぎるんだよ。もうだって、200人に1人とか創価学会員でしょ。それくらいでかくなると変なやつも出てくるでしょ。うん。あくまで俺の考えだけど、オウムと創価はちょっと怖い。俺はね、創価学会の人知り合いにいっぱいいるけど、擁護するわけじゃないけど、いい人ばっかりだよ。なんかね、その辺は冷静に見た方がいいと思う。逆に言ったら、ちゃんとした教義とか、ちゃんとした教えとか、人を救っていかないと増えないから、逆に言ったら、でかくなりすぎたんだよ、創価学会は。
もともとその在日韓国人とかをターゲットにして爆発的に広がったのね。創価学会は。うん。俺勧誘受けたこと一回もないんだよね。受けてみたいんだよ。他の宗教はいっぱいあるんだけど、創価学会員から勧誘受けたことない。一回行きましょうって言われたことはあるんだけど、集会に。だけど、仏教の説法を始めたら俺の方が詳しいってなって、こいつは連れてきたらやばいってなって、やっぱやめましょうって言われた。後輩に。後輩が創価学会員だったんだけど、俺仏教めちゃめちゃ詳しいから、論破してやった、その知り合いのいいところはちゃんと信用できる。ん？あ、ていうか、まず僕は勧誘されないっすね。創価大学ってどこにあるの？信濃町じゃないの？わかんないけど。山口組の後藤組の組長と創価学会の癒着を本で暴露してましたね。いや、全然あるでしょ。政治家とも全然繋がってるし。だって安倍さんがまず大臣、総理大臣になって挨拶するの池田大作だ。創価学会なしされたことがあるからトラウマ。すげえな。影響力ありとあらゆる場所に持ってるからだよね。あとはカリスマがいるからでしょ。だから、その、池田大作先生が死んだ時やばいだろうね。割れるだろうな。俺は別に創価学会には偏見はない。正直。ただ、仏教研究者というか、仏教オタクとしては、どうなんだろうというところはあるよね。大乗仏教。大乗仏教は俺は、否定派だから。大乗非仏説論って言うんだけど。ブッダの教えとはちょっと程遠いんじゃねえか。程遠いとは言わないけど、ちょっと違うんじゃないっていうのはある。俺は原始仏教派だから。まあ、でかくなる団体はしょうがないと思うけどね。配信者と一緒かな？大手になると叩かれて、ああ、似てるよ。そういうことだよ。それね、にゃんこさんいいと思う。で、実際に害を受けたかどうかは別問題じゃん。噂と。だからね、やっぱね、自分の目で確かめる癖つけた方がいいよ。やっぱ噂に振り回されるやつって仕事できなかったりするし、自分の人生見極められない人だと思うから、自分の目で確かめる癖はつけた方がいい。悪い噂が立ってるってことは、それが規模がでかいからそうなってるのか、それとも本当に悪い団体なのかっていうのは見極めないと。ただ俺宗教全般否定してっかんな。俺は宗教では人は救われないと思う。もし救われるとしたら自分で救うっていう方法と本当にいい出会いが救うと思ってるね。本物の出会いって呼んでんだけど。で、でかくなる団体っていうのは、創価学会だから悪いとかいいとかじゃなくて、もう人が溢れ返ってるから、ぶっちゃけ話、日本人だから悪いとかいいとか、韓国人だからいい悪いとか、くだらないと思ってんの。それと同じに聞こえるから、日本人って差別意識すごい強い国だから、実は差別ないって言われてるけど、めちゃめちゃ差別主義なのね、日本人って。だから、レッテル貼り大好きだから、そのレッテル貼りには騙されないようにした方がいいよ。信濃町俺何回も配信で言ってますけど、別に何にもなんないよ。いいえ。シェリーさんありがとう。こちらこそ。もしよかったらフォローしてね。創価学会の三色国旗意味あったような、青は平和なんちゃら。韓国のハーフやけどおばあちゃんに言ったらあかんって確かに言われてた。韓国の人多いんだけどね、創価学会。レッテル貼りはダメ。俺は、人間一人一人、どんな人でもいい人と悪い人がいると思ってて、どこに属してるからとかあんまり見ないかな。そういうのはくだらない差別の温床だと思ってるから。ね、創価学会員にもいい人も悪い人もいる。日本人にもいい人も悪い人もいる。サラリーマンは悪いとか言わないでしょ。サラリーマンにもいい人悪い人いる。ただのカテゴリーだから。信教の自由って言ってさ、宗教何信じてもいいよっていう風にこの国では保障されてんだよ。オウム真理教のね、話からね、この話になった。
オウム事件すごかったよ。うん。まあ俺もかなり洗脳とか勉強してるから、うん。面白いよ。うん。ガッチガチの洗脳してるからね。あれですよ。生まれたところや皮膚や目の色で、一体この僕の何がわかるというのだろう。だよ。幸福の科学は何をしようとしてるのね。あの、幸福の科学の競技っていうのは、科学で人々を幸せにするっていうか、まさにそのまま幸福の科学。宗教を科学化するっていう、その、名目で立ち上げてる新興宗教だね。日本にはある民族を一括りで悪いという団体がいるぐらいだからな。翔子急に真面目になったね。おい、ギブアイコさん。あ、配信やめたんだ。乗ってたのに。どうもどうも、こんばんは。楽しんでってください。私は自己啓発系ハマってました。自己啓発面白いよ。俺かなり詳しいよ、自己啓発は。かなり本読んでるから。自己啓発について語ろうか。俺めちゃめちゃ詳しいでしょ。俺コーチやってたぐらいだから。強いよ、自己啓発系は。うん、サリンジは17歳だったけど、ニュースは印象的でしたね。やばかったよね。本当に。毎日オウム、オウム、オウム。自己啓発は、自己、なんていうのかな。自分の夢を叶えるための方法論みたいな。自分の、その、メンタルのスキルアップみたいな。ランドマークにハマってました。うん。ホームオブハート。翔子面白いね、うん。こういう話題結構ついてきてくれんだ。孫子、俺のリスナーにならないか。すごいよね。朝原翔子がリスナーって結構熱いよね。やっぱりね、和道が一番いいよね。東京教授所にずっと捕まってるけど、やっぱりね、和道の配信見るのが一番面白いよね。これからはね、和道だよ。和道こそ革命者、改革者だよ、うん。そうだね、月刊ムーだ。うん、なあ、もう、この放送自体がサブカルみたいなもんだからね。だってこんなオウムの話とかで盛り上がってるの、ふわっちで多分ここだけだと思うよ。オウム真理教語れる、原始仏教語れる、創価学会語れる。自己啓発語れる。でもマジで自己啓発の配信やってた時、あ、これガチの話、彼女ができましたとかいっぱいいたよ。和道の言う通りにしたら3ヶ月後彼女ができました。DM 届いてるよ。マジでした。本当ありがとうございますって。あぐらかきながら飛ぶの俺もできるよ。うん。高知町で宙に浮いてるかも、朝原。いや、もう完璧メンヘラになっちゃってダメだね、朝原は。やばい、今。うん、ポアです、ポア。うん。自己啓発今度語るわけやろうか。うん。自己啓発、アファーメーションとか。飛べるよ？うん、ベッドだったら飛べる。ここ、ソファーだと落ちる可能性があるから、あれだけど。簡単ね、あぐらかいてビョン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 反動つけてこうやって飛ぶだけだから。うん、そしたらバーンバーンって浮くの、うん。お尻が痛いんだよ。本当はムーラダーラチャクラって言って、前立腺を刺激する修行法だから、あれは。あれは本当ヨガにある技法だよ。空中浮遊って言ってるだけで。昔からのヨガの技法だよ。そんなに難しくない。結構ね、座禅組めない人多いからね。俺はハンカフ座っていうやつだけど。そう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 、オナニーしたの。うん。娘が来た時にね。娘でオナニーしたの。うん。だから今、うんこ垂れ流してらしいよ。やばいよね。面会中にオナニーするとかどんだけだよね、ほんと。芝神の化身じゃなかったかな。あれ、朝原って芝の生まれ変わりって言ってたんだよね。破壊の神。
朝原凸してみっか。いや、無理でしょ。あのクラスになったらもう面会の日程とかスケジュール全部埋まってるはず。あの、部外者が入れるような感じじゃないと思う。間違いないよ。うん。朝原最終下脱者です。最終下脱者を朝原呼ばわりしてるお前どうなのって思うけど、うん。絶対尊敬してないでしょ。弟が確か腕のいいハリキューシで流行ってたらしいよ。うん。目が悪いんだよね、確か。朝は北朝鮮とも繋がってたらしいですね。だからシャブ、マンギョンボン号でシャブ、あの、俺警察に捕まってる時、そのシャブの運び屋やってる人に聞いたけど、マンギョンボン号でシャブを運んでたのよ。日本近海まで来て、日本がヤクザの船出して、そっからもう何十キロっていうシャブ出して、こうやって持ってきたんだけど、あの、北朝鮮、マンギョンボン号が止まってから日本のシャブは質が悪くなったって嘆いてたもん。マンギョンボン号のシャブは最高だったってシャブ中が言ってたよ。うん、間違いないと思う、この情報は。うん、オウムとかも北朝鮮とバリバリ繋がってたからね。だって、本当は、サリン事件が成功したら、そのまま北朝鮮軍隊入ってくる予定だったんだから。工作員だっていう、ガリガリに繋がってたんだから。そうそう、みんな LINE スタンプ買って、もし気に入ったら LINE スタンプ買ってください。お願いします。悪いやつは小太りが多い。あれでしょ、うまいもん食うからでしょ、権力者は。どんだけ詳しいんだよ。俺だってオウム真理教フリークだもん。オウム事件かなり追っかけてたもん。 LINE スタンプ、あの会社で作ってるんで、もしよかったら、今日リリースされたんで買ってください。可愛いでしょ、結構。可愛くない？ちょっと宣伝させてもらったわ。スタンプ可愛くない？微妙？アシカくん。結構気に入ってるんだけど、俺超可愛くてキュンキュンするんだけど。和道さんの名前の由来は何ですか？あ、特にあんまり、なんか織田無道みたいな感じ。アザラシじゃないです、アシカです。アザラシはありません。それはあのアシカに対するディスだから。アザラシって一番言っちゃいけないワードだから。そうそうそう、オダムドン懐かしいよね。好きなニューハーフいる？いや、ニューハーフの人は別に欲情しないかな、俺は。何ニューハーフって、好きなニューハーフって。花さんこんばんは、楽しんでください。面白かったらフォローしてね。ランボルギーニ、ランボルギーニ乗ってたんだっけ。クソ坊主だな、ほんと。
セクハラ坊主ね。じゃあ残り4分で終わりにします。フォローしてくれた人ありがとうございます。頑張ります。シェリーさんフォローありがとう。猫姫さんフォローありがとう。ハートさんフォローありがとう。 GMA さんフォローありがとう。ソータさんフォローありがとう。マサさんフォローありがとう。ブクヤマ商店さんフォローありがとうございます。カネマン2倍目とした人、懐かしい。カネマン元気にやってっかな。カネマン YouTube めっちゃ面白いよね。すげえファンになってんだよね今。カネマンの YouTube 結構好きだよ俺。まさゆきさんいらっしゃい。楽しんでってください。和道です。あ、また新しいフォロワー増えた。ショコさんフォローありがとうございます。ショコさんありがとうね。また会いましょう明日。うん、お疲れ様です。98名さんいらっしゃい。誰か終わったのかな、うん、あ、金梅さんが終わったんだ、うん、じゃあ皆さんお疲れ様です。ありがとう。今日もフォローしてくれた人ありがとう。また明日も放送するんで見に来てください。お疲れ様でした。和道の放送でした。 LINE スタンプ買ってね。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。